アイカです。結局ゴーンは身ぐるみ剥がされて日本に戻ってくる。そのように語ることにはそれなりの仮説がありました。そのシナリオの一つがイランとアメリカの関係が悪化した末にレバノンが戦地となり、ここにミサイルの雨が降るというものです。今となってはその危機は薄れましたが、見方を変えるとゴーン被告はレバノンという檻に閉じ込められたとも言えるのです。確かにレバノンの発展に寄与してきたガルラス・ゴーンさんは今のところ劣格扱いです。でも現状レバノンでは汚職が蔓延し、特権階級への批判が根強いのも事実です。そういう背景を持つレバノンは日本よりも圧倒的に治安が悪いのです。つまりゴーン被告をさらって日本に売ろうと考える輩が出てきてもおかしくないというわけです。極端な考え方になりますが、ゴーンさんがレバノンで自由を手に入れたというのはちょっとバランスを崩せば、迂闊に外出もできない人生をこれから送ることになるとも言えます。他国に移れば逮捕されるかもしれないし、このままレバノンにいても誘拐されて日本政府に売られるかもしれないと考えると、居心地は決していいものではないのかもしれません。これから発行した国による身売りビジネスが盛んになってくるかもしれません。アイコでした。